はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回も歴代戦やっていきたいと思います。シャドウール VS ドラグーンビート採用型のドラグーン採用型のブラマジです。まずはシャドウール側がカード1、モンスターをセット、そしてブラマジ側が見習いの幻想魔導士の効果でブラックマジシャンを捨てて特殊召喚、そしてマジシャンソウルズを通常召喚し2体でリンク召喚、そしてヴェルデアナゴンダを召喚し、その効果によりデッキから真空岩融合を墓地に送ります。それに転して増殖する G ですねもうこうなるとね、もうモンスター2体並んだ時で増殖する G を打ってもよかったかもしれませんね。そしてドラグーンオブレッドアイズを特殊召喚、ライフも2000払っていますね。そして効果、フィール上のセットカードを破壊します。ヘッジオックですね。ヘッジオックですが、それは効果を無効、ファンタズメイを捨てました。そして2体で、ダメージが入りますね。そして2体でダイレクトアタック3500、そしてカード1枚捨てでターンエンド。シャドウルだとこれ難しいというか無理な気もしますがあ、サレンダーですああ、融合が1枚なんで、そこ止められたら終わりかな、今のは。まあまあ、止めるでしょう。実際止める。さあ、2戦目。先行が、シャドル側。ライトステージを発動し、デッキからトリックスター、モンスターを手札に加えます。最悪ってわけではないんですけどね、シャドルの場合は、ドラグーンは。超融合で据えるという点と、シャドルフュージョンが通れさえすれば、モンスターを多く並べることができるんで、もちろん、相手からすれば、シャドルフュージョンで絶対にカウンターを打ってくるでしょう、ね。そして、トリクサキャンディナで、キャロベンを召喚し、特殊、出ました。アナコンダに転して、ファンタズミ、ファンタズミに対して、ウララ。なるほど。そして効果、デッキから、エルシャドールフュージョンを墓地に送り、2体で、融合召喚、ネフィリム、ネフィリムの効果ですね。まあ墓地に送られたのは、白雪とか強いですね。白雪とウェンディですね。ウェンディの効果は使えませんが、ネフィリムの効果は使えますね。そしてカード1枚セットしてターンエンド。なかなか強い。で、手札のマジシャンズナビゲートを捨てて幻想の見習い魔導士を特殊召喚、そして効果、そして見習い魔導士でアナコンダに攻撃、そしてメイン2、死者蘇生でアナコンダですが、まあさすがにそこは墓地に存在している白雪で除外して無効にします。まあまあ当然ですね、アナコンダ使われたらあれですからね、使われるだけですから、ね、まあまあまあ。そしてインカネーションを発動し墓地のモンスターを蘇生、ヘッジオックの効果、デッキからシャドルをそれにチェーンしてブラックマジシャンを特殊召喚、なるほど、マジシャンズナビゲート発動、そしてその効果によりデッキからブラックマジシャンをサーチします。強いですね、なかなか。そしてシャドルフュージョンをサーチします。これはなかなか厳しいですね。すでに白雪がいる状況だとどうしようもないからな。そしてトリックスターライトステージの効果ですが、対象となった時に永遠の魂は発動し、とりあえず表にするだけ。シャドウルフュージョン発動ですが、さすがにそこは、前のターンで墓地に送られたナビゲートの効果で無効です。まあ、このターン墓地に送られたナビゲートは使えないんですけどね。ちょっと厳しいな。まずリンク召喚に成功
リンク召喚で黒シープからエルシャドウフュージョンをサーチされると、じゃあサルベージされるとね、さあバトルフレンズ見習い番号して攻撃失礼ごめんなさい。そしてカード1枚セット、いや殴れますよね、うん、まあまあ殴ったということにしたみたいですね。本当はダメですよ、セットしちゃったからね。はいはい、じゃあドローフェイス、ドロー3枚メインフェイス、おお、トップが黒の魔導陣、これは強い。敵から黒の魔導陣を選択して手札に加えます。そして永遠の魂の効果そして伏せカードを除外と超融合発動、これは強い。フィールド上のヘッジオックと肩白木か、これは強いですね、これは非常に強い。永遠の魂があると相手のカード効果受けないので超融合で融合もできないんですよねまあただドラゴンさえ墓地に捨てればドラゴンさえ墓地に捨てれば、まあ、永遠の魂破壊できるので、まあさすがにこれで詰みまで見えるかな。そうなんですよね、超融合はチェーンできないですからマジシャンズナビゲート使えないんですよね、そこが強いそして永遠の魂のデメリット効果で全部を破壊、カード1枚捨てターンエンド、これはちょっと難しいな、白雪もありますからね墓地に。っていうか墓地に白雪あるから終わりじゃないですかね、これ。あの通常召喚してで殴った後に、まあ、墓地の白雪効果起動で、まあ、もちろん相手に何もなければですけど、ハンドユアさんはで通常召喚メンディー、まずダイレクト5600-1500から白雪が出てきて終わりですね。はい、2戦目はシャドールの勝利。やはり融合を引けると全然違いますね、シャドールはさすがに。お見事です。さあ3戦目、お手札を1枚捨てて見習い魔導士を特殊召喚、その効果により敵からブラックマジシャンを手札に加えます。そして、マジシャンソウルズ、もうさすがにそこは打つ、なるほど、まあまあ当然ですね。でベルデアナコンダの効果、さあデッキからシングガン融合を墓地に送ります。うわー、手札に引いてたレッドアイズ、よりによってレッドアイズの方を引いてる、しかもそれでエンド、これはひどい、こういうことやっちゃダメです。はい、皆さんね、皆さん気をつけてくださいね。はい、こういうことやってるとこうなるんです、超融合で座れる。でこうなるともう勝ちの目が見えません、なぜならライフが6000になってしまってますし、次のターンでやることもできないですからねそしてトリックサーラライトステージの効果でデッキからキャンディーナを手札に加えます。もうこれで終わりじゃないですか。もう手札になんかエルシャドールフュージョン見えますからね。まあ負けパターンが一番多いのはこれですね、ドラグーン型の、妨害札が何もない場合ライフを減らしてしまっているという特性上、もうすぐに突破された場合ライフを切られてしまうっていうのがある。あとまあ500ポイントという攻撃力の低さですからね、あのアナコンダがそこを狙われて終わるとか、一回やったのがそうだな、なんかホープワン、ホープあのホープダブルでワンキルされたことが一番きつかったです。さあダイレクトアタックしてエルシャドウルフュージョン発動、敵からミドラーシを独召喚して終わりですね
まあ、レッドアイズを引いてる以上こうなるという、まあ、負け方としては一番シンプルな負け方でした。はい、それでは以上です。2人ともお疲れ様でした。